車ですね、来たらここに本日の配管は終了しましたとクローズのねマークが出てます。用事で終わっちゃったんですね、残念。あとちょっとだったのに。みるみるランド、はい、今ですね新しいタイヤに変えてもらいました。前2本が、ね、新しいタイヤになって、で後ろは、古いタイヤをそのままつけてもらってます。はい、ということでね、こんな感じでとってもトラブルがあってびっくりしちゃったんですけれども、まあそういうこともあるということで、レンタカーするときもどっかに泊まるときも気をつけた方がいいということがよく分かりました。でもね、本当に皆さん親切にいろいろ助けてくれて、やっと治ったので安心してこれから旅を続けていきたいと思います。はい、今ただいま11時でございます。今明石を出発して車を走らせ始めたところですね。まだね、明石市内なんですけれども、これから奈良県の磯の神神宮に向かって車を走らせていきたいと思います。そしてですね、お腹が空いてきたので柿の葉寿司ね、昨日お土産に買ったんですけれども、そちらをいただきながら車の中で食べつつ運転しつつをしていきたいと思います。今高速に乗って走っています。田んぼと山と青い空が広がっています。今日天気がすごいいいですね。天気がいいで締め込まれています。はい、こんな感じでね、柿の葉寿司は柿の葉にくるまってるんですね。なので手を汚さず運転しながらもおにぎりのように簡単に食べることができます。大阪に入りました。大阪も天気がいいです。大阪さすがに大きな都市だから、うん、あちこちに大きなビルが見えるマンションが建ってますね。そうですね、本当にいい天気です。はい、奈良県入りました。ようやくここまで来ました。帰ってきました。奈良県も天気がいいです。こんな感じです。全体的に天気ですね。今日はどこもいい天気。今ですね、磯の神神宮の駐車場についてこれから参拝しに行ってみます。今回はね、本当にいろんなところに参拝する旅っていうことでね、来てるんですけれども、ここにね、磯の神神宮っていうのが、はい、出てきました。おー、いい感じですね。奥に鳥居が見えますが、すごい、この灯籠がね、独特の感じで、とてもいいです。あ、ただ、ちょうどね、磯の神神宮のところに、葉っぱがかかっててよく見えないですが、ちょっとじゃあこちら行ってみたいと思います。はい、ではこちら通っていきたいと思います。いや、奈良県の神社もいいですね。すごいなんかね、ひなびた感じの灯籠がいくつもあります。であちらに御神木の杉がね置いてあります、ね、違う、置いてないでしょ、生えてますね。はい、あーでも立派、上の方がもう分かれてて、すごい空に向かって高く高く伸びてますね。こちらが社務所かもしれないですね。はい、そうですね、社務所っぽいですね。結構ね、人がいっぱいいて賑わっております。なんと鶏が放し飼いにされてる。あ、ピヨピヨ言ってるの。そうですね、ひよこかも。ここね、なんか出入りが自由みたいで開いていますね。鳥小屋の中にもいっぱい鳥さんがおりますが、すごいなんか羽が立派ですね。超綺麗な鳥がいっぱい。あー、ひよこさんだ。ピヨピヨって言ってます。
はい、でにこちらね、奈良盆地周遊型フォークルートというのがありました。ここがですね、今いる現在地なんですけども、なんとびっくり、天理教の施設がね、ここに天理大学とか本部とかいろいろね、こうやってあるみたいですね。そしてね、こちらの方には古墳もあったりなんかして、結構いろいろ見る場所があるのが奈良ですね。はい、もうね、ほんとなんかいいひなびた感じの場所なんですが、ここにね、池もありました。池のところでやっぱり鶏が鳴いてますね。はい、今ね、こちらの方で手を洗いました。そして上の方に登っていきます。赤いところの奥が本殿になると思います。すごくね、鮮やかな朱色と緑が印象的な塗りになっております。はい、では行きます。広くなってて、やっぱり全体的に砂利が敷き詰めてあるんですけど、あちらの奥にやっぱり鶏がいます。おもし貝にされてるのが印象的ですね。はい、ではお参りしていきます。はい、中はですね、こんな風になっております。すごく大きな太鼓がね、奥に1個見えますね。なんかちょっとこう日本の建築なんですけど、ちょっと中国とかやっぱり韓国とかとも似た雰囲気を感じます。ここら辺はお酒とかもやっぱり奉納されていると思うんですけど、こちらはね、天理ぐるぐるプロジェクトになってるみたいですね。そして、こんな風に資料がいくつか奉納されております。昔はね、こういうの使ってなんかやってたのかな。何の道具なんだろう。これは鎧びつって書いてある。鎧屋のお室。はい、今ね、無事にお参りも済んで、またに車に戻ろうとしてるんですけども、すごいね、お米がすごいんですよ。それでね、彼岸花、ちょうどね、彼岸だから、本当になんか日本ののどかな風景だなと思って、こういう風景本当すごい好きなので気持ちがいいですね。でね、またこういう風景を見ながら風が吹いてくるんですけど、その風がね、またね、すごい爽やかで、こう夏は結構湿気が多いと思うんですけど、もうね、なんか秋の風っていう感じで、すごい乾いたいい風がちゃんと吹いてきます。ということでね、この後次の目的地に行ってみたいと思います。奈良市を運転中です。京都まで40キロです。京都にはどんな美味しいものがあるんでしょうか。楽しみです。はい、ただいまね、鴨川のところを通ってます。よいしょ。京都らしい風景になってきましたね。京都も天気がいいですね。確かに京都もすごい天気いいですね。天気に恵まれました。レンタルって書いてあるんですけど、やっぱり京都に来たらレンタルして、こう可愛く帯結んでもらって、ちょっとこう日本を楽しむみたいなのができるような、体験できるみたいな、あとよくなんかテレビで見るのはやっぱりこの鴨川のシーンもよく見るから、観光客の方も多い感じしますね、パッと見歩いてる方々もいると。
外国人の方も結構いらっしゃいますね。ここは四条大橋なのかな。そうですね、一番繁華街に、この左側が一番繁華街ですよね。右折ですね。大きい建物に新蕎麦屋さんかもしれない。新蕎麦。レストラン菊水って書いてありますね。ああ、でここら辺が繁華街。正面に見えるのが八坂さんですか、ね。ああ、八坂神社ですか。ああ、八坂神社さん見えてきましたね。まもなく左方向です。その先200メートルで右方向です。おー、あ、綺麗。この朱色と緑っていうのは定番なんですかね。すごい、さっき行ってきた伊豆の神神社もこの白とオレンジと朱色と緑だったし、すごい綺麗。おしいですし、あ、おばあさい、うーん、おいしいものがたくさんありそうですねそうそうそう、日清そば、日清そばもすごい有名ですね。あ、そうですね。あとあのパリパリパリいうやつでも、八つ橋、あ、八つ橋、そう、八つ橋もそうだし、修学旅行の学生さんが多いですね、うん、見どころは多いよね、うん、どんだけ見ても多分見尽くせないぐらい見尽くせない、こちらに治療院の中にある京都花鳥大学、花鳥短期大学の、ね、校舎のようです。はい、もうね、囲いがしてあってすごい大きな敷地がもう治療院のものなのかなっていう感じなんですけれども、まさかね中に大学まであるとはちょっと知らなかったのでびっくりしました。なんかいろんな院って書いてあるところがあるので、右にも左にも寺なのかな、宿坊なのかちょっと分かりかねるのですが書いてありますね。あ、そうそう、そしてね、時たまこうやってバスが出てくるんですけどもね、やっぱり観光客の方も多く訪れていらっしゃいます。はい、こちらね左側が治療院の建物が建っているところなんですけどね、あんな感じでちょっとお着物を着た方がいるとこの風景とまた合ってるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでね、お土産屋さんなんかもあったりとかして、はい、来ました、でででーんと、ここが治療院の正面ですね。そうですよね、ここなんか入れた記憶がありますね。すごい、でも一つ一つのね柱がね非常に太いんですよ。感じですね。わー、こちらがね、さすが浄土宗の総本山の造りなんですね。はい、ではね、こちらの方からお参りに行ってみたいと思います。あー、今ですね、来たらここに本日の拝観は終了しましたとクローズのねマークが出てます。用事で終わっちゃったんですね、残念、あとちょっとだったのに。はい、仕方がないのでこちらが案内図ですね。こんな感じで中が見たかった、残念。